にちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。菅沼さん亡くなってですね、いろいろ、整理してたら、いろんなこう教えてもらったこととか書いてあるやついっぱい出てきて、ちょっとその辺の、まあ、菅沼さんってこうみんなをこう見せるタイプのドラマじゃないですか。だからその辺の、面白いこう、名前がついた技があって、これをちょっとずつ解説していく。今日はアームピットっていう名前をつけてあるんですけど、これはもうあの菅沼さんが作った名前ですが、アームピットっていうのは脇の下という意味ですね。はい、じゃあちょっとこの、脇を使うので、ここね、ここに挟むんですけど、要はまあ言ってみればハイハットをこっちでやりながら、要はこんな技ですね。脇の下に挟むので、アームピットっていう名前になってて、アームピットっていう曲を菅沼さん作ってるんですよ。要はこれをやるための曲ね。もう、シャレが来てるというか、もう構想がすごいですよね。なんかそういう意味すごいと思うんですけど、これ、菅沼さと子ちゃんにも教えてもらいました。あの合宿の時にね、こうやってやるんだよ、黒田さんって言って教えてもらった覚えがあるんですけど、足はまあ、どんな足でも、例えば、何でもいいんですけど、手がとにかく支部になるんですね。で、1、2で挟んで、で、3でこれをひっくり返す。で、ひっくり返すか元に戻しながら、こう。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。このここがひっくり返してるのがちょっとこう派手に見えて、これはポイントですよね。1、2で挟んで、で3のとき挟むときに次がこう、こっちで取らなきゃいけないんで、挟むのあんま深くしすぎると取れないんですよ。なので浅めに刺して、でこう持ってって、で手で抜いて、これをこう、こっちを回転させながら左手で叩くっていうのが、これがちょっと最初難しい。そんなに難しくないです。3、4、1でしょ。2で挟みながら叩く。3でこう持ち替えて右手で叩きながら、こうここに手を添える。で4でこうこっちをひっくり返しながらこう叩くっていう風にすると、まあこう挟む場所はここでもいいし、ここでもいいしみたいな感じで、手はとにかく四分音符1、2、1、1、1なり続けるんで、ファンクやるんだったらハイハット踏んでた方が。ということで、菅沼誠さん直伝のアームピットという技をご紹介しました。少しずつなんかいろいろ使えそうかな、これみたいな感じで、これジャズだと使う場所ないですが、まあでもジャズでファンク系やる時あるから、今度使ってみようかな。久しぶりに意外とね、ちょっとさっきやってみたらやっぱりスティックを落とすんですよね。だから誠さんのすごいとこっていうのは、どんな現場でも、まあ、スティック落としたりしますけど、基本はもうその成功率がすごい高いというか、ものすごいこう万に一つもっていう練習をねされるんで、もうほんと1万回落とさずに練習して初めてこう舞台でできるんだよぐらい練習する人でしたから、やってみると簡単にはできるんだけど、やっぱりちょいちょい落とすんですよ。でここを構造さんのビデオとか見てると分かると思うんですけど、落とさないんですよあの人って。まずミスないんですよね、そういうところがね。で、まあ、ミスした時のリカバーももちろんうまいし、あと常に超満面の笑顔でやるんですよ。で今やってたらこっちもいっぱいいっぱいになってて、なんか苦笑いになってんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺がねやっぱ余裕の人ですよね。そこら辺はすごいなと思います。ぜひ、まあ、使うかどうかわかんないですけど、ちょっと練習すると意外とできるんでね、なんかライブでこうソロなんかね、黒田和義って言われた時にちょっとこれやるとおーってなるんで、こういう飛び道具もすごい大事ですよね。ぜひ一度習得してみてはいかがでしょうか。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。